1> 第1次、ノラの戦いは、第2次ポエニ戦争において、紀元前216年に、ハンニバル・バルカ率いるカルタゴ軍とマルクス・クラウディウス、マルケルス率いるローマ軍との間で戦われた、戦闘である。紀元前216年、マルケルスは、ノラの救援に赴き、バンディウスという統治の名士を味方につけたが、ノラには未だハンニバルに味方する者も,も多くいた。 彼らは、ローマ軍がハンニバルと交戦するために、街から出撃すると、後に残された荷物を盗むつもりであった。そこで、マルケルスは軍を城内に置き、市長部隊を城門の傍らに配置し、野良の住民には城門に近づかないよう布告し、荷物を盗まれないようにした。ハンニバルがやってくると、マルケルスは、自分が陣取っていた城門を開けると騎兵を引いて、出撃し、続いて、 別の縄文からも、不評部隊を出撃させた。それに対し、ハンニバルは、部隊の一部を割いて、それに当たらせた。さらに、第三の門より三つ目の部隊が出てきたため、不意をつかれたカルタゴ軍は、混乱に陥り、退却した。プルタルコスによれば、この戦いで、カルタゴ軍は五千人を失ったのに対し、ローマ軍の戦死者は五百人未満であった。しかしプルタルコスによれば、 リヴィウスは、ハンニバルの敗北はそれほどのものではなかったとしている。それでも、ハンニバル相手にも勝ち得ることを示して、カンナエで承知した、ローマ人を勇気づけた意義は、小さくない。その後、ハンニバルは、紀元前215年、214年の二度に、渡り野良を攻めたが、ついに落とせなかった。ありがとうございます。